こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、吉谷さん、平等というテーマでちょっとお話していこうかと思います。生まれながらにして私たちは、ほぼ平等には生まれてくるんですけども、でもね、ほぼ平等なわけであって、平等でも公平でもないわけですよね。生まれたところが大金持ちだったりとか、生まれたところが、戦争直下だったりとかね、時代によってもそれは違うと思います。こんな時代に生まれなければって方もいると思いますし、こんな時代に生まれてよかったっていう人もいると思います。まさにね、同じこの平成の時代とか昭和の時代、令和の時代、同じ時代に生まれてもですね、よかったという人もいれば悪かったという人もいると。同じ日本に生まれても、よかった日本でって方もいれば、なんだよこんな国になっちゃったんだよっていうね、不平不満を鳴らす方もいて、どっちの方向を向いてるかによっても、自分が今置かれている状況が平等なのかどうかってことは変わってくると思うんですよね。私はね、この平等に対して思うのは、不平等だと、世の中は。それは当たり前だと。そんなところに不満を鳴らすんではないと。どの面が不平等であって、いい面でも不平等、悪い面でも不平等。例えばね、日本人の女の人が男性に求める結婚の条件で身長って必ず出てくるんですよ。で、私はね、不平等だなと思いながら、身長180センチなんで、まずは身長ではほとんどの女性からの希望はクリアするんですよね。でもこれ私が努力したわけでも何でもないんですよ。生まれ持って180センチになるべく素養があっただけなんですよね。で、たまたま180センチになったんですよ。ね、不平等ですよね。だからね、身長が伸びなくって困ってる男性、160センチぐらいの方の感じてる不平等と、私は同じような不平等を感じます。で、その先なんですけども、じゃあね、身長180センチで結婚相手に身長の面ではクリアしてるのに、なんでね、40歳まで結婚できなかったんやって話ですよね。私が希望してなかったっていうのもあるんですけども、そういう雰囲気になる女性もいなかったっていうのもね、事実なんですよ。不平等じゃないかみたいな感じですよ。俺180センチなのに、なんでお前結婚相手になかなかチョイスされないんだよみたいなね、そんな不平等もありました。だから一つの要素じゃないんですよね。身長が足りなければ足りないで、それを埋めるために何かを自分が後天的にすることはできると思うんですよ。例えばお金をしっかり稼ぐとかね、ちょっと面白い人間になるために頭を鍛えていくとかね、だからその不平等を埋めるためにあるのが学習であり、教育であり、トレーニングであり、頑張るってことであり、そして自分の足りないところを埋めるために、じゃあ金持ちになって見返してやろうとかね、じゃあ体を鍛えて細マッチョになってね、身長はちっちゃいけどもたくましい体になってやろうとか、あとは頭ね、すごく良くして、論破王になって目立ってやろうとかね、どんな人にもものすごくね、癒しの言葉をくれるようになってあげようとか、喜ばして楽しませるお笑い芸人みたいなトーク術を身につけてやろうとかね、さまざま鬱ではあると思うんですよ。不平等なら不平等なりで、今度はね、アスリートっていう面に目を向けてみますね。アスリートっていうのは誰もが追いつけないような結果を出す人だと思うんですよ。それは体力的にもそうだし、もしかしたらね、金融アスリートっていうのもいるかもしれません。むっちゃくちゃ稼ぐ人、与沢翼さんとかウォーレン・バフェットみたいに、すごく投資でね、実績を出したりとか、ビジネスが上手な人とかいると思うんですよ。じゃあこういう人って何かっていうと、もう自分の能力でもって意図的に不平等を作りに行ってるんですよね。だって大金持ちになるってことは、ほとんどの人が大金持ちになれないわけですから、不平等が生まれるわけですよ。で、影響力がつくんで、ますます不平等が作られますよね。で、お金を集める力も全然違いますよね。億万長者が教材出すと売れるけども、二足三文で稼いでる人がね、生きてる人がなかなか稼ぐ方法って売れないと思うんですよ。で、不平等ですよね。だからそういうふうに、世の中には不平等があったり不条理があったり、当たり前にインチキがあったり詐欺があったり存在するんですよね。そんなものは当たり前なんですよ。で、生きがいが見つけられないのも、それも当たり前だったりとかするんですよね。その恵まれないのが当たり前っていうところから、あ、これが普通なんだってところなんですよ。落胆する必要はないんですよ。あ、こういうもんなんだと思えば、私はいいんだと思うんですよ。で、その後なんですよ。なんだよ、自分にはこういう味方がいない、こういう力がない、こういう運がないと思えば、じゃあどうするってところなんですよね。じゃあどうするっていうのは、今自分が自覚した瞬間、自分が不利だと思った瞬間、不平等だと思った瞬間にやることができるんですよ。だって生まれ持って圧倒的有利な立場にいたら、大した努力とかなんか打開策っていらないんですよね。最初から御曹司に生まれちゃった、何もかもね、親父の権力で
事件もみ消し、友人はどんどんねこうやって手を吸って近づいてくる、で札びらで顔引っ張ってたら言うこと聞かないやつはいない、こうなったら人生もう本当にねハッピーハッピーですよね。でも不平等なんですよ、こういう人って滅多にいないんで、だからそうなったらいいんですけども、そうならないんですよね。そうならなかったらどうする、あいつは羨ましい御曹司だっていうふうに不平等に向けて指を鳴らすのか、でもそうじゃなくって、じゃあどうやったらその差を埋めれるかな、その差は埋まらなくても自分なりの幸せをつかむためにはあと何が必要かなってことを棚卸してそれを取りに行けばいいだけだと思うんですよ。例えば金がなくて困ってるんだったらこれは稼ぎに行けばいい話なんですよ。じゃあどうやって稼ぐんですかって、稼ぎのノウハウは今ね山ほど落ちてますよ、ね、だから自分に合った方法に出会うまで稼ぎ続ければいいんですよね。どれかなどれかなって、アフィリエイトかな、転売かな、投資かなっていろいろ探していけばいいと思うんですよ。でも不平等にずっと苦しめられてる人って、不平等だ不平不満だって言ってね、じゃあそのために何をするんですかって言ったら、いや自分は何もできません、できないことを正当化して弱さをねまさに、高をくくっちゃうっていうんですかね、誰か助けてくれしか言えないんですよ。で助けてくれる人がたまにいるんですよね、なんかね昔からあるんですけども玉の輿って、これある意味このシンデレラストーリーっていうのは助けてくれって言った人に舞い込んでくる千載一遇のチャンスじゃないかなと思うんですよ。というのが、まあ男性では難しいんですけども、可愛い女の子がね若い頃に私はかわいそうなの助けてって言ったら助けてあげますっていうね裕福な男性とかね結構ね近寄ってくるんですよ。だからその時にしっかりと手をつないでね一生あなたについてきますってやると本当の幸せが手に入る可能性はあります。だから女性は高い年収を求めるかもしれませんし、賢い男性を求めるのかもしれませんし、強くてたくましそうなね身長の高い男性を求めるのかもしれませんよね、だから不平等なら不平等でやりようはあるんじゃないかなと思うんですよ。そのやりようを探すのが学習勉強こういったものじゃないかなと思うんですよね、不利な状況からいかに逆転するかって創始の兵法でも書いてますよね。逆に圧倒的有利だったら別に何も学ばなくてもただそのまま勝てちゃうんで必要ないかなと思うんですよね。そういう意味で私は不平等ってのを使いこなすその技術にものすごく興味がありますし、その不平等を打開するために私もねお金を稼ぐっていうビジネスをするっていう方法を取ったのかもしれません。現在私は利回りとかね配当とかでやらせてもらってますけども、これもある意味不平等ですよ。多くの人が労働したその上積みを集めたのが投資の利回りですからね、だから金利を受け取る方になるっていうのと金利を払い続けてる方になる、要するに金利を払う方っていうのはこれ労働者なんですよ。労働者っていうのは自分自身が借金をしてなくても会社の借金の利息を払うために働いてるという見方もできるんですよね。で今株主っていうのはものすごく儲かっちゃってるんですよ、ね、それでも株主が何で儲かるかっていうと労働者の本来得るべき報酬を一部こうね搾取してると言ってもいいんですよね。だからこういう現実があるからその現実はなくならない、この構造はなくならない、金利を受け取る側と払う側の関係は変わらないんですよ。じゃあ自分がどっちの側に行くかなと、どっちの側にはしごをかけてこう登っていくかなっていうのがまさに不平等を埋めるための学習であり勉強だと思うんですよね。じゃあ行ってらっしゃい。